よっしゃ、続きやっていきましょう。で、前回1時間ぐらいちょっと練習するって言ったんですけれど、練習するって言ったんですけれど、どうせだったらね、その過程もね、ちょっと撮ろうかなと思いまして、私、今回頑張ります。はい。で、大乱闘モードもいいんだけど、いろいろやってみたいんだよね。フィールドスマッシュ、巨大な戦場を駆け巡り、最終戦に挑むパワー型アクションゲーム。これもいいな。いろんな遊び。これキャラクターとか作れるんだよね。まあ、キャラ作りは、次回やろうかな。今回はちょっとこちらやってみたいんだよね。一人で楽しむならこちら、シンプルミニゲーム、トレーニングなど、なんかトレーニングができるらしいんで、ここでちょっとね、神プレイヤーに一歩近づきたいと思います。じゃあ一人でやっていきましょう。お、シンプルオールスター、次々と迫り来るライバルたちを限られた条件で全員吹っ飛ばせ。条件つけられちゃうとちょっと厳しいよね。ただでさえさ、今縛りプレイみたいな感じだからさ、使えるさ、技とかもさ、わかんないわけだし。うん、軍団を倒し、召喚物を壊し、ホームランを打ってハイスコアを目指せ。トレーニング。ウィーフィットだ、すげえ。じゃあシンプルでいこうか。これなんかスゴロクみたいな感じで進めるんじゃないかな。じゃあこちらでいきます。お、じゃあキャラクターどうしようかな。やっぱりあのいろんなキャラを使うのもいいんですけれど、あの一つのキャラを極めてからの方が覚えやすいと思うんだよね、操作とか。うん、なのでどうしよう、ピカチュウでいこうかな。一番最初にやったんで、なんか使い勝手が良かった記憶があるんで、じゃあピカチュウでいきます。ピカチュウをまず極めてからいろんなキャラクターを使って、で自分に合ったキャラクターを見つけていきましょうかね。お、標準本気度 2.0。 え、おお、あ、難易度が決められるってことか。で、難易度によってもらえる賞金も変わってくるって感じか。なるほどね。じゃあ普通にしとこうか。 2.0 だっけ、これか。これでいいと思うんだよな。じゃあこれで頑張ります。いきましょう。これ、ね、ちょっとだけやったんだけど、こういう風にスゴロクで進んでいくみたいだよね。で、これ金のコインとかいろいろあるんだけど、これはちょっといまいちよくわからないんだけど、多分金のコインの方がいいんだよな。なのでこっちで進んでいきたいと思います。お、ファイアーエンブレム、なんかあれ知ってるキャラがいる。なんかみんなイケメンなのに一人だけなんかピカチュウが浮いてるんだけどフェリア闘技場、一定時間ごと出現する足場4パターン。あー、これ足場が変わっちゃうパターン、俺が一番苦手な感じじゃん。ちょ、頑張んなきゃ。ピカチュウ、ピッカー、ピカチュウ、雷攻撃いいよ。これ味方は攻撃しないのかな、撃っちゃっても。で、雷いけ、いいよ、強い。あ、足場が、待って、これさ、上ボタンでジャンプすげえ難しいな。 Y ボタンで固定しようかな。これで、いいか、あ、シビだった、いけ、よし、いいよ、貫き、いいね、いいよ。これ離れたところでピカチュウが雷攻撃、前線には彼に出てもらって、名前忘れちゃったけど、あれ、これ前に進まないんだけど、あ、勝った仲間が全部やってくれてありがとうございます。俺何もしてねえんだけどお、獲得ゴールド50だって、やったぜ。パワフル頭突き横必殺技3だって。え、これ新しくパワフル頭突きが使えるようになるってこと？やったぜ。これはゲットしないとね。うわ、楽しみ。で、次が、これさ、道か、どんどん進んじゃったけど大丈夫なのかな？え、じゃあ普通にこっち行ってみようか。キノコステージで。あ、でも真ん中の方がコインがあったっていうか、何これ斜めってるルイージ。ジャイアントルイージだって。え、ということはでかくなってるってこと？しかもレインボーロードじゃん。うわ、楽しみ。なんだろう、この、シールドブレイク。シールドは出し続けているとどんどん小さくなって、最後には壊れてフラフラ状態になった。シールド。これか。これね、シールド。L ボタンね。で、これちょっとさ、早くね、レインボード長くね。ほら。ほら。で、雷。あ、そ、上じゃなかった。間違えた。ああ、いやー、やばい、やばい、ああ足場が崩れるとか聞いてないよ。待って、難しいな。あ、勝った。また味方がやってくれた。俺何もしてねえんだけど、さっきから。あ、また、また覚えたよ。パワフル頭突きだって、また。二つ目なんだけど。これ、あれか、四人対戦するときも、自分では動かずに、味方に頑張ってもらって、美味しいとこ取りをすればいいのかな。こっち、コインが一番多そうだから。お、たくさんもらった。お、これ、フォックスかな ?64 のゲームだよね。メタル化した敵に勝利しよう。メタル化って何？あの、メッキみたいになってるやつかな。報酬なしとか。何のために戦うんだよ。会場のシーンでは、リフトがレールに沿って移動する。あ、こういう系？で、この電気すげえ効くんじゃない？壁沿いに行くんだったら。やばい！落ちくんな！これ、電光石火みたいなのにね。雷！よし、いいぞ。で、ほらほら、あ、勝ってこいつ！やばい！危ねえ。これ、ピカチュウのシュンって動くのいいね。負けないように。で、雷。あ、空中ではできないのか。くそ、雷が当たんねえ。ほらほら、こいつ硬くね？なんでこんな重いの？メタルしてるから？くそ、メタルのくせに。
飛ばされるよこの野郎。ピカチュウの火力じゃ足りないから。ほら、いいぞいいぞ。普通の、あ、キウイだ、ほんと。しかもすごいリアリティのあるキウイ。すげえなこいつ。ほら、普通に打撃攻撃でいいんじゃないこれ。ほらで、よいしょ。なんかてっぺんにあるんだけど、あれ取りて。ほら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 、よし来た。なになに、勝った、やったぜ。どうや、いいじゃん、超順調なんだけど、ピカチュウ使いやすい。小回りが効くからいいのかもしれないね。まあ、でも報酬はなしと。まあ、めっちゃ楽しいんだけど、何これ、なんで今まで俺やんなかったんだろう。金の方行こう、金の方。おお、めっちゃコイン入った。今度は何これ、パルテナ、ピットくん。またイケメンが来たね。おっ、これはまた、必殺技が増えるのかな。ピット、衛星ガーディアンズ。相手の攻撃を防ぎ、飛び道具を反射することもできる。ってことは、電撃が効かないってこと？まずくね？こっち来んな。よし、雷いいよ。雷コイン使えるね。ほらほら、こっち来いよ、ほら。だってその壁すり抜けずるくね？俺にもできんのそれ。花だ。美しい花には杭があるんだよ。よし、オッケー。ピカチュウ！危ねえ！クソが！ほっ！負けやしねえよ。ほらほら、やばい！近づいてくんじゃねえよ、この野郎。かわいいピカチュウの顔を見てそれでも殴れるのかい、君は。すごい連続頭突きなんだけど。ピカチュウ頭突きだって使えたっけ？やばい！やばい！おー、危ねえ！お前ふざけんなよ。かわいいピカチュウになんてことすんだ、この野郎。ほらあ、あ、おらー、あ、くそくそ、やばい、死ぬ死ぬ、あ、死ぬ死ぬ、おらー、あー、なに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 、あー、なんだ今の、ピカチュウがゴリゴリ削られてたんだけど、あ、やばい、お呼びかしら、お呼びじゃない、逃げて、逃げなきゃ、ギャー、つえー、こいつ、あー、何起きてんの、ステージが大変なことになってんだけど、俺どこにいんの、あ、見て見て、見失うわこれマジで、やばい、死ぬ死ぬ死ぬわけにはいかない、こいつクソ強えんだけど、いやーくっそー、あーでも超面白い、なんかゲットしたよ、ポケモンゲットした、プラスパワー3だって。あ、これで力がアップするのもしかして、やばい、超汗かいたんだけど。あ、まだ続くんだ。負けても続くんだね。こっちの、あ、こっちがいいかな。こっちの方がアイテムある。お、めっちゃコイン入ったよ。あ、ミーファイターだ。謎のミー軍団だって。これ自分で作ったキャラとかもさ、選べんのかね。記者、最後尾の車両は時々ラインバックの店や石炭貨車、読めなかった。雷攻撃。どうや、ほら、この、消えやがれ、この野郎。あ、こいつら弱え。俺様のビギに弱いな。あ、あ、あ。やばい、危ねえ、ほら、よし、いいぞ、銃だ、銃、これ強い、銃強いぞ、剣は銃よりも強し、違う、間違えた、銃は剣よりも強し、あっはっは、雑魚どもめ、この俺様に勝てると思ってんのか、やばい、あ、なんか手に入れた、やばい、こっち来ないの、お願いします、危ねえ。雷いいね、このハテナなんだろう、あ、銃が消えちゃった、これ取って、ほら、おお、なんだろ今の、穴を掘るかな。そういうのも使えるんだ、面白い、よし、いいぞ、なんか木の玉来た、木の玉、あー落ちちゃった、木の玉が、おらこれずるくね。可愛いラッパみたいなの吹いたよ、ピカチュウ可愛いし強い、いいじゃない、おお、なんかたくさん入れた、フォッコとスコークスのフィギュア、フォッコはポケモンだよね多分、やったぜ、どんどん進んでる。これゴールあるのかな、多分ゴールはあるよね。全部クリアしたら、あの、アイテムがもらえるとか、そんな感じ、あ、ラストバトルじゃないこれもしかして。ぽいね。うわー、なんだこれ、マストーンと。報酬ゼロかよ、しかも。うわ、やりがいがないな。一部のファイター斜め下に入力することでしゃがみながら移動できる。へぇー。うわー、ほんとにボスっぽいの来た。ずるすぎだろ、こんなの。ちょっとでも触ったら死んじゃうよ。で、ずるくね、それ何その声。そんな攻撃できるんだ、何ちょ待てお前、ちょ待てよお前、ずるいんだよ、ほら雷攻撃効かねえし、こいつもしかして吹き飛ばされないの、そんなにゴリゴリしなくてもいいんじゃない、内臓とかできない、大丈夫、あ、ちょっと動けねえんだけど、ちょこいつずるい、こいつマジでずるいぞ、どうしていいのか分かんない、死ぬ死ぬ死ぬ、アイテム押してくれないかな、アイテム押してくれないと俺もう何もできねえよ、いやー、どうすればいいのこれ、あーまさに手も足も出ないとはこのことだな、
160。これでも勝てないのかな。153とかになってるからさ、吹き飛ばしたり、なになになに、吹き飛ばせたりとかしないのかね。お、乗った乗ったよ。あー、乗っちゃいけなかったのかよ。くそこいつマジで強い。え、ちょっとマジで、え、流星群かよ。このさ、攻撃も避けらんねえし、避け方がわかんない。シールドか、わかった、これでシールドするんだ。待って、おっと、チョコマガと、これでシールドして防御する。よし、オッケー。で、ピカチュウ、ほら、よしよし。で、あー怖い、ガード、よし、オッケー。で、攻撃、いやー、しびしび、あー待って、真剣モード入れ、真剣モードで、真剣モードでも全然ダメだ。やばい、ピコチュウ、ピコチュウ、待って、ピカチュウがピコってる。やばい、ちょっと待って、手をつけ。それで雷をうまく当てていこう。雷、あー、もうその握り攻撃とか絶対無理だよ。これはあれかな、投げ技みたいなやつなのかな。負けたくない、負けたくない。よし、これつけ、つけ、これはシールドじゃ防げない。これで避けると、やばい、なんか来た、危ねえ。で、雷、よしよし、で、雷、オッケー、防げ、頼む。おお、押せよ、撃つの、くそためにためてシールドが切れた頃に、くそ、やっぱ強えなこいつ、やばい、くそ、勝ちが見えねえ。ガード、オッケー、やー、くそ、2回撃つな、卑怯者め、あ、いつ来るか分かんねえよこれ。シールドじゃ防げないっけ。でももう死ぬんじゃねこれ、何回倒れたらいけないのこれ。それ決まりあんのかな。くなくなくな、遅いってだから、あー、よし、おら、よし、倒せるぞ、行くぞ、絶対倒す、いやー頼む、生きて、あーくっそー。でもシールド覚えた俺、一歩成長したよきっと。ユールーズコンティニュー、コンティニューできんのこれ。報酬は下がっちゃうけど一応もらえるのかな。でちょっとコンティニューします。スコーンもマイナスになっちゃう。でもちょっとでも勝ちたい。ちょ、次こそ勝とうで。絶対勝つ。ペーパーマリオ。これ最初からもしかして。あ、違う。こっからか。HP190 だって。これを全部削りけばいいよね。わかりました。頑張ろう。もうね、大体わかってきた。防ぎ方も。あ、こいつ、のけ取るのか。これはちょっと溜めてくるから、これで。よし、OK。で、おら、いくぞ。勝つ。俺は絶対勝つ。おら、よし、あ、危ね、危ね、危ね。なんだその攻撃、食らうかよ、雷、よし、で、やばいやばい、くっそ、よし、落ち着け、まだいける。 Y ボタンを使えるようになってきた。一つずつ成長してる。ガード、よし、ほら、よし、いいぞいいぞ。で、こっち来んだ、あー、くそ、使わない。このグリグリが一番痛そうだ、ピカチュウ、ごめんね。ほら、よし、くっそが。で、雷、いけ、よし、あー、くそー、シールドがね、出るのが遅いんだね、これ。ちょっとワンテンポ遅れてからじゃダメだ。デコピンは、キョドルと、わかった。よし、オッケー。あー、くそ、2発、3発、3発打ってくるのね、覚えろ、少しずつ成長していこう。よし、この立ち回りも上手くなってきた。Y ボタン、まずは Y ボタンで、次に必殺技で逃げる。わかりました。すげー。よし、これは2段ジャンプかな。で、これはシールド、来い、オッケー、よし、で、おら、いけるいける、 HP、 HP じゃねえよ、 HP26 残り、勝てる勝てる、行こう、まずは落ち着いていこう。お前ならいけるぞ。動けねえ動けねえ、ちょっと待って、動けねえんだけど、ずるい、それ動けないのはずるいよ。おら、よし、なんだその攻撃、オッケー、せぎれば何の問題もなし、勝ったよっしゃー、だー、分かってきた分かってきた。シールドとジャンプと必殺技、これをね、うまく使えればなんとかなるね。やったー、フォッコ手に入れた。これどれか選ぶってこと、全部取れないのかな。いやでも勝てたわー。おー、ピカチュウがコインに乗って、なにこれ、銅像ゲットしたの、ピカチュウの。
お？やったぜ。かわいいピカチュウ。これ動けたりとかはしないんだね。ピカチュウモードでクリアしましたよ、みたいな、そういう証なのかな？お！エンディングだ。ピーカー！お、すごいすごいすごい。あ、これ破壊できんの？すげえ！あ、クレジット破壊できるんだ。楽しい。で、これ雷ってすごい。あ、一気に操作できる。すげえ。申し訳ないです、本当に名前消しちゃって。すげえ、楽しかった。え、でもクリアできてよかったね。じゃこれさ、どんどんレベル上げていって、で、もうちょっと、できるようになろうか。でも、すごい成長したと思う、俺の中では。ね、一番最初に比べたら、結構さ、下に落ちてもさ、復帰できるようになってきたし、必殺技とかもね、シールドも使いこなせるようにもなったし、こなしてはないけど、使えるようになったしね、覚えたし。あとは何だろう、何が必要なんだろうね。説明書とか見たんだけどさ、なんかさ、任天堂 3DS にないボタンとかが設定されててさ、ないボタンをどう押せばいいんだろうって、ちょっと悩むところがあったんですけど、OK です。じゃあ、とりあえず今日はこれぐらいでいいかな。うん。じゃあ次回は、またこのピカチュウやる？ちょっとリザードンにしようか。なんかリザードン出るからね。じゃあ次はリザードンでちょっとさ、使い方を練習しようか。明日。いやーでも疲れたわ。なんかヒット205とか下にあるけど、これ何？これもしかして壊した方が全然いいってこと？あ、なるほど。解放率とかもあるし。これが 100% になったら終わりってこと？で、ちょっとじゃあ、解放率、100% する？できんのこれ。あ、全部のクレジットっていうよりも、全部の名前か。なるほどね。じゃあ、雷ばっかやってもダメなのか。全部の名前っていうか、あれを壊さないと、次に進めないってこと、もしかしてこれ。じゃあ、右側で雷だけ撃ってて、で、ちょっと経ったら左側だけで雷撃ってるから全部壊せるんだね。どうだろう。めっちゃヒット数してる。あ、真ん中。よし。いい感じ。あ、でも全部名前違うもんね。お、100% になった。やったぜ。まずい。バンダイナムコ。ニンテンドー。ソラ。オッケー。あー、ピカチュウ。最後ピカチュウ落ちちゃった。やったー。解放率 100% パーフェクトだって。ゴールド、100ゴールドゲット。へぇー。こういう最後のところにもおまけ要素的なものがあるんだね。なるほど。あ、挑戦者が現れました。誰？ボスギャラが。え、ちょっとまだ終わってなかったの？俺終わる気満々でいたんだけど。あー、ネッソンだ。これあれか、これで倒すと仲間にいるとか、そんな感じ？あ、なんか自滅してんだけど、こいつ。おらおら、やっぱリザードの体当たりと比べて弱いね、ピカチュウの体当たりは。やばい、死ぬ死ぬ。なんだよ、そのグリグリ攻撃。グリグリするのはやめちくり。ほっほっ、で、雷。あー、惜しい。雷と当たんないね。一直線だ。あ、すげえ、ゲームが下に流れてんだけど、下じゃなかった、横だった。へえ、面白い。よし、聞いた。おら、やばい、まずい。おら、危ねえ。あ、くそ。あ、え、これもしかしてシンプルを初めてクリアしたって仲間にならないパターン。マジか、倒さなきゃ仲間にならないんだね。わかりました。じゃ次はちょっとね、リザードン使ってやってみたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。最後油断してたわ。もうさ、実況終わるモードになってさ、気抜いてたわ。すいません。じゃ次頑張ります。じゃ次リザードンでネス君を頑張って仲間にしたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。